ブラックビューティーブラックビューティーは保存状態の良いティラノサウルスの古代。化石化の過程で地下水に含有されるマンガンが沈着し、化石が光沢のある黒色を呈しており、このことから愛称が付けられている。カナダのアルバータ州ロイヤルティレル、古生物学博物館に所蔵されている。1980年、当時高校生であったジェフ・ベイカーは、 友人と共に釣り旅行でアルバータ州のクローズネストパスを訪れていた。釣りの調子が良くなかった彼らは川岸で化石を探し、偶然、ブラックビューティーの足の骨を発見した。彼らは骨を見せた教師に促され、ロイヤルティレル古生物学博物館を訪ねて話をフィリップ・カリーに持ちかけた。その後、1982年に化石を覆うサガンの掘削が開始された。 二骨は全身の約28%が保存されている。ブラックビューティーは基地のティラノサウルス生態の中で最小個体であるとされているが、ブラックビューティーと同程度かあるいは、それよりも小さな骨要素を持つティラノサウルス生態標本も多く発見されている。古生物学者ジャック・ホーナーらは、ブラックビューティーをはじめとするティラノサウルスの頭骨に、 見られる傷を分析し、寄生性原虫トリコモナスの禁煙種による症状をわずらっていたと2009年に発表した。自然歴史博物館のブラックビューティー。白色のレプリカであり、マンガンの沈着による黒色は再現されていない。レプリカは頭骨のみのものや全身骨格まで含めて、世界中の常設展や企画展で展示されている。 スウェーデンの首都ストックホルムに位置する自然歴史博物館では地球史と生命史をテーマとした展示4ミリアーダー R の目玉展示としてブラックビューティーが展示されている。海外の他の例では中国科学院古跡水動物、個人類学研究所の一部でもある中国古動物館にも全身骨格が展示されているほか、頭骨がミュージアム・オブ・アフリカン・カルチャーに展示されている。 巡回展では1990年代のダイナソーワールドツアーの展示の一つであった。日本では以下のような企画展で展示された。また、茨城県自然博物館と福井県立恐竜博物館の大のラボでは全身骨格が常設展示されている。ありがとうございます。